ご飯をあげなきゃいけないお父さんお母さんっていうのがいます。赤ちゃんが巣の中の方に落ちたの食べないんじゃん。お腹いっぱいないの。あ、そのなんで赤ちゃんにご飯あげてきたの。あえてね、食べたご飯をね、巻き戻して自分の避難に入るっていうことで、ね、避難をどんどん大きくしていきます。シャバシャバ。卵もそうなんですけれどもね、ずっと温め続けないといけないですので、お父さんとお母さんが代わりに、お父さんが温めてる時はお母さんがご飯を食べてきて、お母さんが温めてる時はお父さんが食べてくるといった具合にね、交代しながら子供をね、ずっと見てくれてます。でね、だんだんね、赤ちゃんが大きくなってきてもね、あんまり興味を示してくれなくなってきた。本人がだいぶお腹がいっぱいになってくってここにいてる。ちょっとここで見ていただくと、僕の方上がって休憩を始めてますね。隣のプールでもそうなんですけどね、お腹いっぱいになるとリクの方に上がって、あの自分のくちばしでね、羽を叩いて毛繕いのようなことをね、またね、